社会にあふれるさまざまな情報、その情報はある人々の活動によって信頼できるものになっています。その活動を知るためにやってきたのが広島市中区にあるとあるビル。では早速ですが見せていただきましょう。皆さんデスクに向かって真剣に取り組んでいますね。色鉛筆を使って手元の書類をチェックしています。これは一体何をしているんですか？これは構成という仕事をしています。原稿で自分が追うべき文字のところを当てながら1文字ずつ正確に入っているか確認をしています。原稿で丸が入っているところが丸が抜けていますね。この赤い文字で句点が抜けているといったことをしています。青い文字は原稿の通りに文字が入っているんですが文章的に気になるので申し送り事項として挙げております。構成とは元となる原稿と成果物を照らし合わせて情報に間違いがないかを探し出す仕事なんです。金額表記ですとか品名の表記とか多いときにもし間違いがあるとクレームにつながるっていうのがあったりしますし、容量が多いものでしたらなかなか一人では担えない場合に別の会社に移管するっていうのがあると正確性っていうのは上がる。なるほど、構成というのは正確な情報を提供する仕事なんですね。その構成を専門に扱う企業、それが株式会社中瀬。20人の社員のうち13人が構成を担当しています。 SNS だとかウェブだとかっていうのは書き換えられる、削除できるとは言うんですが、消しても消してもいろんなところでスクショを取られたりだとかいろんなことによって拡散されてしまってもう一生残ってしまう。企業であればブランドイメージがかなりダウンしてしまう。正しい情報を世に送り出すっていうのが構成の仕事で一番大事なこと、最後の砦にはなるので。中瀬に構成を依頼する企業の多くは東京、大阪、名古屋にあります。東京や大阪だと地元にも構成の会社がありそうですが、どうして広島の企業に依頼しているんでしょう？東京、大阪やっぱり構成会社もありますし多いです。ですけれどもやっぱり人手は足りてないところから、その原稿もその成果物に関してもデータで送られることがメインになりましたので、東京でも広島でも同じ価値が提供できるので、広島でも東京から受注できるだけの構成会社が維持できると。なるほど、技術の進歩で東京、大阪の仕事が受注しやすくなったんですね。でも中瀬に頼みたくなる理由は一体何なんでしょう？じゃあちょっとお客様に聞いてみましょう。こちらの方は大手印刷会社の制作課長。中瀬とは長い付き合いなんです。今日は頼んでいた構成の受け取りに来たんです。物をちょっと多めに上げさせてもらったので、まあ、ちょっと見てもらって。ありがとうございます、はい、頼んだ仕事の中で中瀬に任せてよかったと思うことがあったそうです。印刷物ってたくさんの数を吸ってそれがたくさんのところにばらまかれるってなると、内容によっては回収とかしなきゃいけなくなったりするので、値段だったりだとかすり抜けてたけど印刷手前で見つけてもらったみたいな事例はたくさん、はい、あります。なるほど、そんなこともあったんですね。ところで間違いを発見する秘訣って何かあるんですか？読む方に特化するのか、読まずに文字が合ってるか、記号として絵柄として合ってるかっていうふうに特化するかっていうのは、この見る箇所によって使い分けていかないと。品番とか金額とかっていうのは読んでしまうと間違えるので、一文字一文字ずつ合ってるかなっていうのを絵柄として確認するっていうようなテクニックとしてはあるかなと思います。ではそんな凄技を見せてください。お願いしたのは30年のベテラン松本さん。何でも構成と並ぶもう一つの作業を見せていただけるんだとか。その作業の名前は校閲ですね。原稿通りの文字ですが、
他の角度から見たらここの使う文字は違う文字じゃないかっていうような考え方で入れています。確認するのはこちらのチラシ、その元となった原稿と照らし合わせをします。厳しい眼差しで原稿と成果物をチェック。早速チェックが入りました。文字を丸く囲みましたよ。続いて赤ペンで丸く囲んで、こちらは何か指示を書き込んでいるようです。作業を始めておよそ20分後出来上がりました。お疲れ様でした。どういったポイントをご覧になったんでしょう。ここの住宅との出会いっていう時はこれだと人と会うっていう風になるので、巡り会うという信用の方の漢字を使う方が正解だと思います。2階のスタディールーム、原稿は R の小文字で入っているので小文字で入れる指示をしました。原稿通りは入ってても他の角度から見ると文字が違うとかっていうような構成の仕方をしています。はい、原稿との照らし合わせに終わらず品質を高める提案をする、これが構成のプロの仕事なんですね。この仕事の面白みってどういうところなんでしょう。ここが拾ってもらって助かりましたとかいうのを一言でもいただけるとやっぱりやってきてよかったなっていうのはあります。自分の仕事が役立っていると思うとやっぱりやる気が湧いてきますよね。公正・公越を軸にさらなる事業も展開しています。連れてきてもらったのが大型ビジョンナビア。流れている映像の撮影を始めましたが、木材加工工場、何をしているんですか。こんなお悩みありませんか。弊社で作成した動画をクライアントさんに見せるように撮っております。構成会社なのに動画も作るんですか。お客様から制作も一緒にやってくれないかと、動画もできないかというところで今やっているところです。動画だけではなく商品紹介のポップやチラシ、さらにホームページまで展開。自社の強みを生かして構成の手前にある制作や企画まで事業を広げています。制作においても企画においても構成者がちゃんと構成して納品するのでクオリティがかなり高いものを上げられるっていうので、やっぱり構成っていうのが一番ベースとして強みにはなっています。メディアに欠かせない構成・校閲、まさに正しい情報を世に送り出す最後の砦なんですね。